9月4日から49日間の会期で開かれた第4回松坂市議会定例会が、10月22日、議案19件を認定・可決して閉会しました。会期の前半では、平成29年度一般会計・特別会計・事業会計の決算認定について審議が行われ、すべて認定されました。 会期の後半では平成30年度一般会計、特別会計の補正予算案をはじめ工事浮世契約の締結条例の一部改正についての議案などが上呈されすべて原案通り可決されました。このうち、平成30年度 一般会計補正予算は倒壊の危険性があるブロック塀を除去する費用に対する補助金や小中学校、幼稚園、保育園などのブロック塀の対策事業費それに台風で被災した施設の復旧事業費などを追加し歳入・歳出それぞれ678億6万5千円となっています。定例会では、 このほか5件のの請願が出されました。このうち義務教育費、国庫負担制度の存続とさらなる充実を求める請願書など4件を採択一方で議会として松坂氏に対し蒸気機関車、黒ケの保存活用に責任を持って臨んでいただくこと等を求める請願書は閉会中の継続審査となりました。